はい、おはようございます。今日は2019年12月27日金曜日ということでね、今日もちょっと雨なんでね、ハウスの中でオープニング始まりましたが、ちょっとうるさいですね、やっぱり雨の日のハウスの中というのは。はい、まあそんな中でやっておりますけども、まあ今日が仕事納めの方が多いんですかね、どうですかね。まあ金曜日なんでそういう方多いと思いますが、我々は今日明日明後日29日まで出荷して、出荷の方は29日で一応終わりということで、仕事納めはまあもう1日ずれるかな、31日どうかな、あ、31日散髪屋さんお休みですね。なんで30日には散髪行ってね、やっぱり今年中に髪を切ってね、散髪して年を越したいんで、29日で一応仕事納めということにして、まあその後散髪して、まああと散髪から帰ってきてもろもろ、まあ仕事もあると思いますが、一応そんな感じになるとは思います。それではね、30日に散髪行けるように頑張って今日も仕事していきたいと思います。それでは今日もスタートです。ハッピーチンゲンサイ。さっきからね、オープニング撮りおる間からなんか気になって、これなんじゃろうか思って、ミミズがなぜゆえに、なぜミミズがこんなところに、ミステリーです、謎です。どう見てもこれミミズですけどね、なんでこんなところにですかね。おい、なんであんなところにでしょうか、超不思議。今年2019年今年一番のミステリーかもしれません。はい、お願いします。やからちゃん、今日昼からお客さん来るというね。 For you。 お、珍しいね、なんかハッピーチンゲンサイ。あの、苗の時はようあるけどね、この久しぶり、ね、ああ大きい時にハッピーチンゲンサイのまま残ってるのは、こりゃ来年もええ年になるね、母ちゃん。よし、また頑張る気持ちが出る。よろしく。はい、というわけで収穫終わりました。相変わらずあそこにネズミが、ネズミじゃない、相変わらずあそこにミミズがおりますが、謎のままですけども、今日はああいう風にミミズがおったり、母ちゃんが、出荷段階でハッピーチンゲンサイ、うちではまあ、あの、わからない方に説明しますと、こうハート型の葉っぱのチンゲンサイをハッピーチンゲンサイと呼んでますが、まあ出荷中、出荷調整中にね、ハッピーチンゲンサイ見つけたりと、なかなか苗の段階ではあるんですけどね、苗の段階であるということは結局外葉なんでね、出荷できる段階に成長すると、もうそこはもう本当外葉の外葉でもう黄色くなっていったりして、なかなか出荷調整の段階で、あのハートマークのハッピーチンゲンサイ見つかるのは珍しいっちゃ珍しいんですけどね。はい、そんな感じで、なんか雨ですけども雪になるかもというような予報が出てたり、まあそんな一日ですが、まあ昨日もね、あのコメントの方で、18歳のね、カカさん、カカくんかな、18歳で農業やられとる元気のいい青年からねコメントいただきましてありがとうございます。で、昨日のね僕の動画で、まあちょっと今後は丸、あの株間と錠間、錠間を狭めてね、今のハウスに植え付け本数を増やしていこうと思うということをね、昨日ちょっと紹介したんですけども、まあそれに対して、あの、まあ今より増えればね、植え付け本数が増えれば当然農薬やね、肥料や農薬、堆肥などの量も変わるんじゃないでしょうかと、今
よりはね、というような質問があったんですが、まあ当然まあ植え付け本数が変わるということは、肥料はね、若干多くなると思います。で堆肥も、堆肥はね、まあそうは言っても、まあ、きっちり正確に言えば多少その一株あたりの吸収するものが増えるということなんで、まあものすごい厳密に言えばまあ増えるでしょうけど、まあ堆肥はそうは言ってもその養分というよりも土作りの部分なんでね、まあ面積換算で堆肥はそんなに変わらないような気がします。はい。であと農薬もね、農薬も面積でまあ散布しているんでね、農薬の場合はこう今でもこう農薬を散布して株があるとこないとこ関わらずもう面積で散布しているんで、まあ株数が増えたからといって農薬の量が増えるということはないと思います。まあ面積、同じ面積なら面積で散布しているんでね、そこはまあ大丈夫かと思います。あと何だったかな、結構ね熱い青年で長文にわたってコメントをくれとるんですけども、土壌消毒か、何年かに1回土壌消毒してみてはどうですかというねご意見いただいたんですけど、まあ土壌消毒もね毎年年に1回やっとる方もおられますし、それこそ2年3年に1回いう人もいますけども、まあ各農家判断でねいい悪いいろいろあると思いますが、どちらどちらでもいいと思うんですけども、僕はそうですね、土壌消毒すると全部クリアになるんですけど、リセットされてね、いい面もすごいあるんですけども、悪い菌も死にますしね、ただその分いい菌も死んでしまうので、僕はちょっと土壌消毒はせずに、まあなんかこう土壌改良剤いうものをね、まあ堆肥ですとか土壌改良剤、まあいつか僕もちょっと竹パウダー入れてみたいなって思ってたりするんですけども、竹パウダーですとかね、そういういい菌を増やす方向で、土作りしていこうと思ってます。で、18歳のね加賀くん、日本一の農家目指して頑張りますということでね、非常に情熱あふれる、僕は大好きですね、そういう若い青年は。なので僕みたいなもんでね、何か参考になることがあれば何でも動画でやっていきますので、どんどんコメントいただければと思います。でね、まあせっかくなんで、まあ僕みたいなもんが偉そうに言うこともないんですけども、目標をね達成するにはその目標自体はね、どんな大きい目標でも全然関係ないんです。価格のように日本一になるというのは、その日本一でも世界一でもいいんです。目標は全然恥ずかしいことでもないし、目標を掲げる時点では全く問題ないです。それでじゃあその目標をどうやって達成するかということが問題なんですけども、まあ例えばですね、今の段階で世界一の大規模農家になるという目標を今の段階で掲げても、それは今の段階からすごい高いところを見るので漠然としていて、おそらくそれだけでは達成できないと思うんですね。でこれを達成するには逆算するんです。逆から世界一、まあ日本一ね、価格にした日本一の農家というものは、まあどういうものなのかという、まあ具体的に出すというのはまあもちろんいるんですけども、そこから逆算して、じゃあ日本一の前がざっくりいくとですね、日本一の前からまあ例えば西日本一、東日本一、いやそれになるには今のお住まいの何県か分かりませんけど県一番の前には自分の地域で一番というように、まあ段階をこう細かくしていって、で そこの段階の中にもいろいろ細かい段階があると思うんですよね。でまあそれを、まあ、具体的にはどういうこれがどういうことかと言いますと、
例えばですね、小学校1年生の少年が、お父さんと野球を見に行って、まあここ広島県ですからね、広島ズームズームスタジオにカープの試合を見に行って、そのもう臨場感あふれる試合風景を見て、初めてまあ野球見てびっくり、その感動してね、僕もああいうプロ野球選手になりたいと、まあ、野球したことないけどそう思ったとしますよね。僕の将来の夢は野球選手になることだ、カープの選手になることだいう目標をその時点で決めたとしたら、その子の具体的な細かい階段を作るにはどういうことかというと、まあ小学校1年生は実際にはそういう計画は立てないと思いますけども、まあプロ野球選手になるためには、まあそうですね、甲子園、こうその前の高校生の段階で、まあ大学生か高校生か分かりませんけどもね、高校生の段階で甲子園に出るとか、甲子園に出るためには、甲子園に行けるような強豪校へ入学するためには中学校時代勉強頑張る、まあいろいろそれ等々いろいろ段階がありますよね。それをずっと細かくしていったら、この小学校1年生の少年はまだグローブも持ってない現状なんですね。そしたらお父さんに、僕も野球がしたいんでグローブを買ってくれお願いするとこから始まりますね。でそこが彼の第一段階の階段なんです、お願いするとこ。そしてお父さんが、じゃあ分かった、じゃあグローブこうちゃるけ、その代わり毎日何か一つ家の手伝いをしなさいよいう、そういう約束を交わしたとします。そうするとその少年の次の階段、まず一つ目の階段はお父さんにお願いしてみる、そこをまずクリアしましたね、登りました。で次の階段はお父さんとの約束を守るという階段ですね。でその次はお父さんにグローブを買ってもらって、まあ、まずはキャッチボールから始めるかもしれません、 そこかもしれません。そして少年野球に入るというとこかもしれません。そのようにものすごく細かい階段を描いて、今の時点からすごい高いところを見上げると漠然として、どういうんですかね、なかなかこう具体的に物事が進まないんですけども、そこに行くまでの段階をものすごく細かく、計画を細かく砕いて、その小さい階段を一歩ずつ踏み上がっていけば必ずそこにはたどり着くようになってるんです、これは。はい、ということで、ちょっと僕も喋りがあんまり上手じゃないんでね、分かってもらえたかどうか、このどういうんですか、計画が大事じゃということがね、分かってもらえたら幸いですけども、まあ結局そういうことなんです。目標は細かく砕いて、目の前の小さい階段を一歩ずつ登っていけば必ずそこにたどり着きます。なのでね、ぜひ日本一の農家を目指して頑張ってください。応援してますんで、もしで農業のことに関わらずね、何か人生まだ若いんでね、18歳たら僕の子供みたいな年齢なんで、人生に迷ったことがあれば何でも相談していただければと思います。はい、でそのまあ目標達成の中でね、まあまたいろいろ喋りたいこともあるんですけどもね、大事な要素っていうのはもっと他にもあるんで、またいつかね、産直マーケティングのコーナーでも話ができたらなと思いますのでね、今後もチェックよろしくお願いします。はい、というわけでね、今日はちょっと午後からお客さんが来ますんでね、一旦ここで締めときたいと思います。ということで、もう年末まで本当はあとわずかですが、気合を入れてね、怪我などしないように頑張っていきましょう。それではまた明日、ハッピーチゲサイ。雪降らんかな。